大牟田市立三池小学校は、福岡県大牟田市大和新町に所在する、公立小学校。1873年に創立。大牟田市内では最も古い小学校である。校区は大きく、三池第一、神田脇、材木町、今山、平野、高泉、田町、久ぬぎ、大道、八角目に分けられている。それぞれの地区に、公民館が置かれている。 ただし、神田脇に関しては、地区内に三池地区公民館があるため、それを利用している。北校舎は2001年から2002年にかけて大改修が行われ、体育館は床板が張り替えられた。また、2008年には創立135周年を迎えた。昔は敷地内に三池半人屋があった。校舎は3階建て2棟。 高区の高齢化率はあまり高くなく年代層のバランスが取れていると言える。明治時代頃には鉄道を周辺の中心的な地区であった三池に通す計画があったが地元住民の反対により中止になった。最盛期には生徒数1952人、学級数39を誇った。現在は高区分割などで生徒数400人前後。 学級数は12から15程度となっている。ありがとうございます。